皆さんがこの最後の目覚めの夢を進んでいく中で、多くの方が直感やインスピレーションを受け取ったり、ビジョンを体験したりしています。あなたは魂であり、無限の存在として強力な力を持っています。しかし、真実の瞬間を通じて真の認識に到達する一方で、混乱したり他人の情報をただ繰り返しているだけの人もいます。このメッセージでは、内なるビジョンとその可能性についてお話しします。すべての魂は日々の目覚めの夢の中で拡張された意識を得ています。これは日々の生活がもたらす課題や困難を乗り越えることで達成されます。多くの課題は大きな苦痛を引き起こし、限界に達すると各人は成長し、精神を超越する機会を得ます。新しい視点を持つことで、意識はさらに拡大し、光へと進んでいきます。それぞれの夢の中で段階的に目覚めていくことで、個々の成長があり、同時に集団的な経験も得られます。すべての人には魂の旅があり、同じ認識や感覚を持つ者はいません。内なるビジョンを理解する。地球での学びでは、消化体について教えることが一般的です。しかし、強力な消化体の知識や活性化なしに、次元の密度を見通すことができる子供たちもいます。一部の人は、内なる視覚が消化体の解放によるものだと主張しますが、実際にはもっと多くの要素が関わっています。心、魂の計画、そして透視や盗聴といった能力は、高次元から魂が地球に来た直後に開かれます。暗闇の中で多くの小さな子供たちは、ベッドの中で目を覚まし、旅行や妖精、天使たちを体験します。親に訴えても、それは想像だよと言われてしまいます。やがて子供は成長し、社会の枠組みに組み込まれていきます。信念が現実であるものを小さくします。目覚めは、偽りのアイデンティティで生きる訪問者である魂に真実を取り戻します。この瞬間には平和と理解が訪れるでしょう。しかし、人は真実と調和が取れるまで孤独を感じることが多いです。この調和のプロセスは、真実がない限り、エゴが満たされることがないため続きます。人間は3次元で焦点と明確さを保つために、境界を作る能力を持っています。実際には、次元の密度は全ての人間の周りに振動周波数の層として存在します。これらの周波数を見ることができなければ、妖精たちがどこにでも舞い、巨大な宇宙船が山に出入りしていても気づきません。生命はエネルギーと魂であり、何も静止状態にはありません。多くの人がある場所を通り抜けるときに、エネルギーの変化を感じます。このメッセージを受け取っている方々の中には、悪が近くにいるときにゾワゾワする感覚を感じる方もいるでしょう。高次元の存在が近くにいると、耳鳴りを感じることもあります。意識を高めることで、誰もが生まれ持った能力を発揮できます。内なる視覚は、目を閉じたり暗闇の中で得られます。これにより、周囲の活動が遮断され、内なる視覚が妨げられなくなります。完全に内なる世界に集中して瞑想することで、他の次元や起源の生命、起源の家族が一瞬見えることもあります。真実を知るための意図を持ち、心を開けば何でも可能です。テレパシーは、シームレスなコミュニケーションの素晴らしい方法です。これは、高次元の魂たちが互いに話すため、地上の動物や二元性を体験するために、転生した家族と話すために使われます。人間にとっては、ガイドとのコミュニケーションや高次元の光の存在からの安らぎと知恵を得るための方法となります。天使やバイロケーション、
同時に2つの場所に存在する能力を持つ存在に出会うことは十分に可能です。世界中で多くの人が宇宙船の存在を受け入れています。しかし、ほとんどの宇宙船は人々が地球での生活に忙しくしているため見られることはありません。巨大な宇宙船はどこにでも存在し、その乗組員は見られることを意図しています。しかし、密度を変えることで岩や山、トンネルを目に見えない形で通過することが可能になります。密度の意味を理解すると、振動周波数を上げると物質が一瞬で消えることがわかります。内なる視覚を信じて、真実を求め、恐れを取り除きましょう。あなたは魂であり、この方法で全ての生命とつながっています。あなたは無限であり、創造された瞬間から何百万年も生き続けています。内なる視覚は他の人生の瞬間を見ることであなたに役立つことができます。夢は心が持つ真実の記憶で満ちています。一方で夢は無意味なことも生み出します。繰り返し見たり意味がある夢には注意を払うと時に求めている答えが見つかることがあります。起源の家族やスピリットガイドがあなたの人生で夢の中にメッセージを送ることがあります。魂は平和と安らぎをもたらすために常に話しかけています。この真実に焦点を当て目を閉じましょう。リラックスして安全であること、そして深く愛されていることを知ってください。源の愛の存在があなたを満たしてくれるのを感じましょう。魂があなたにとって助けになること、良いことを示してくれるのを待ちましょう。内なる視覚があなたに役立つように準備を整えてください。